お花紙を使ってつまみ細工の要領でひまわりを作ってみました。まず黄色のお花紙を3枚用意します。それを6等分に折ります。輪になっている部分を切ったら、正方形に折って輪になっている方を切り落とします。これで18枚の正方形ができました。1枚の正方形を三角形に折って、さらに三角形に折ります。もう一度三角形に折ったら、糊をつけて半分だけ折り返します。裏返してもう半分にも糊をつけます。こちらは2枚一緒になっていますから気をつけてください。斜めに二等辺三角形ができるように切り落とします。折り目のところに鉛筆を差し込んで花びらをそっと開きます。これで花びらが1枚できました。同じようにして花びらを16枚作ります。今度は台紙を作りましょう。普通のコピー紙で構いません。正方形に折ったら、余分な部分を切り取って、16に折っていきます。花びらの二等辺三角形の辺の長さと同じように、台紙を切ります。これを開くと16等分に薄く線が入っていますから、水のりかボンドをたっぷりつけてください。まずは十字になるように4箇所に花びらを乗せます。その間に花びらを3枚入れていきます。同じようにして全部で16枚の花びらをつけます。残った紙くずを細く切ってほぐしておきます。切り落としたお花紙も一緒にまとめておきましょう。茶色にのお花紙を揉んで、これは3等分ではなく、だいたい四角く折ってください。真ん中に紙くずを置いたら、それを丸く包むようにします。おまんじゅうを作るような感じでまとめていきます。最後に裏から糊をたっぷりつけて、お花の真ん中に
押し付けるようにして貼ればひまわりの出来上がりです。最後に葉っぱを作りましょう。緑色のお花紙を正方形に切ります。薄くて切りにくい場合は最後に切っても構いません。これを葉っぱの形にまとめていきます。まとめた部分に水のりをつけて、花をその上に置けば完成です。柔らかいふわふわとした感じのひまわりができました。